はい、今回はですね、ログインボーナスの方でいただいた星5保証サービスガチャですね。最近結構たくさんもらえるかなって印象ですね。月にどんぐらいだ ?3 回ぐらい?ちょっと今適当に言いましたけど、結構もらえますよね。自分としてはまだ常設含めて、まだ当ててない超人もいるね。そういった超人も手に入れたいし、まあ、絆アップできるからいいかな、みたいな感じでね、最近引いてるんですけどね。はい、まあ、行きましょうかね。まあ、そうですね。パワーガチャはね、ボルトマン持ってないやつ当たったんですよね。さて、今回は何でしょうかね。出た久しぶり。これどっちかな。あ、光の方か。火かと思った。でも、2体目かな、それでも。うん、モンゴルマン自体は久しぶりなんだけどね。これどうかな、絆覚醒しないのかな。完全放置されてる雰囲気があるんですけどね。このモンゴルマン。まあ、どうしようかな。まだ2体目だからそのままにしとこうかなとは思うんですけどね。はい。っていうことで、まあね、ちなみに自分、だから今月、オリジン編のアルティメットファイターズがあるのかなと思ったんですが、結局、極中ザマンも開催されなかったんで、弾がね、結構使わずじまいになってるんでね、次やっぱ月末フェスになっちゃうんですかね。まあ、あとやっぱり毎回言ってるように、そのソルジャーがどういう風に出てくるかっていうのは、なんともガチャなのか、イベントさん配布なのか、なんとも言えないんでね、その辺ちょっとね、まあ気にかかるところですけどね、まあ火曜日のショールームかな。で、明らかになると思うんでね、その点楽しみにしたいかなと思いますね。このモンゴルマンは、まあ、とりあえずは、キープしておこうかなと思います。それでは、この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。